ディックってやつ。さあのな。あ、ジトーさん、聞いてくださいよ。ってことで、ほんと頭にきますよ。さあの。え？ディフェンダーの屈辱は、可愛い後輩の。ジトーさん、はい。の。ついに今の僕のち、いやモテるち、そして翼くん以来あの選手そろ。この後半日本に攻撃のチャンスは与えない。日本よ、勝つのは俺たちオランダだ。スライディングで止めた。クソだ、佐野くん、カード渡すのような動きを巧みにひょいとかわした。佐野くん、鋭い回転をかけてゴールを狙う。弾きます。ヘンドリックスくん、このボールを拾います。ヒューガくん、激しいタックル。タイガーショット、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。翼くん、タックルを決めた。敵陣へ攻め込んだ。よし、パワー勝負なら負けねえ。ヒューガくん、これがタイガーショットだ。ドールマンくん、ゴールを割らせません。どうだして振り切った。チャンスが決まった。佐野くん、ガリ渡すのような動き、巧みにひょいとかわした。佐野くん、狙ってしまってシュート。このボールに飛びつく。あっ、これも防いできた。パントキック、どこまで運べるか。ここから振ってきた。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。みんな、本物のサッカーを見せてやろう。オランダ、前線の動きが活発になった。ここでオランダの進化を発揮するか。佐野くん、回転をかけてゴールを狙う。懸命に勝ち出した。パスをもらった。オランダ、ここからカウンターを仕掛ける。パスを回す。そこ、そうだ、行くかよ。ここで止めた。それ佐野くん、滝の距離と倒した。見てやる、カルワトスのような動き。佐野くん、狙いすましてシュート。これはキーパー動けない。狙いすましたシュートでゴールを。なんだ、大したことない。よしよし、抜いてやる。なのに俺が。見たか、ディック、体の大きさなんか勝負に関係ないんだよ。佐野、よくやったたい。そ、ジトーさん、ありがとうございます。じゃあ何を言っとるか。後輩の手助けをするのは先輩の務めたい。普段はそうは見えんが、佐野は強い闘志の持ち主。わしの後を継いで平戸中央率いるのにふさわしい後輩たい。その強さがあれば来年の全国大会で優勝することも。